中スとは、川の中において、上流から供給された土砂などが堆積し、陸地となっている地形のことである。川中島とも言う。スコットランドスペイン川の中ス,スの周囲は、川によって他の橋とは切り離され、島状となっている。大きさは様々であり、世界的に見れば、数キロメートルの大きさのものも珍しくない。また、流路の変更により中州ではなく、 火肢の一部となることも多くある。砂礫で構成されていることが多いため、その形状は増水の度ごとに変化し、消失する場合もある。形成されて間もないものは、植生がないが、形成されて時間が経ったものは、足や幹木が反もしている場合もある。上流から十分な量の土砂、砂礫が供給され、また一時的にでもそれが堆積できる環境において、形成される。 河川の上流部などにおいては、それらの条件が整わないため、形成されづらく、下流部において形成されやすい。特に、砂礫の堆積しやすい、下流部の中巣は、長期にわたって安定して存在する場合が多い。小さな中巣は、川遊びの場として用いられることもあるが、川が氾濫した際には、危険な場所なので注意が必要である。中巣のある部分は、川幅が狭くなり、 橋を架けやすく交通の要所となる。広く安定した中州城には市街地が形成されることがある。その代表例として、福岡市博多区、中州や大阪市北区中野島、韓国、ソウルの南寺島、フランスパリのして島、アメリカニューヨークのマンハッタン島などがある。一方で、自然的国境としての河川における中洲は、中央政府の統治権、管理が及びづらい側面を有し、 国境紛争あるいは競争の舞台となる。例えば中路国境の沈鳳島である。またその貴族に関して、共同統治という特殊な形をとるフッツ西国境のフェザント島という例や、セルビアとクロアチアの国境のゴルニャッシガといった貴族が、不明確な無主地になってしまう場合さえもある。ありがとうございます。